加藤良平は日本の体操競技選手。静岡県生まれ、埼玉県草加市育ち。埼玉栄高等学校を卒業し、順天堂大学へ進学。父親でロンドンオリンピック男子体操コーチの加藤博之も元体操選手で1989年世界体操競技選手権代表。2008年国際大会に初めて参加し、 14から15歳の部で個人に1位。2011年にナショナル入りし、2011年世界体操競技選手権選考では高校生ながら日本代表補欠となった。2012年に初めて男子体操日本代表に選出され、2012年ロンドンオリンピック団体総合で銀メダル獲得に貢献。綾野の国功労賞を受賞。 帰国後は全日本学生体操競技選手権大会王者、翌2013年4月のワールドカップ東京大会で銀メダル獲得等個人総合選手として急速に成長。2013年5月、岩手県営体育館で開催された東日本学生選手権において、釣りは演技直前のウォーミングアップで県水技の練習中。 片方の輪とワイヤーをつなぐ革製ベルトが切れた。片手でぶら下がる状態となったはずみで肩を負傷。首や背中が交通事故の鞭打ちのような症状に見舞われることとなった。事故の原因は器具の老朽化であり、このような事例は極めて稀で異例であったとのこと。怪我を抱えながらも2013年の NHK 杯体操選手権で2位となり、2013年世界、 体操競技選手権に出場。個人総合では、銀メダルを獲得、金メダルの内村公平とともに、日本勢で1位2位を独占した。またこの大会の予選にて披露した D 難度、ご振り上がりや史上、巨十字検水の技が、加藤と命名された2014年5月、練習中に、前年の事故による故障が再発。痛み止めの注射を打って、試合に臨み、 全日本体操競技選手権大会3位 NHK 杯体操選手権3位につけて日本代表となった2014年世界体操競技選手権では団体総合で銀メダルを獲得個人総合では決勝進出を逃したが種目別では平行棒で銅メダルを獲得した2015年はアジア体操競技選手権では内村公平が 不在の中、日本の団体総合優勝に貢献するとともに、自らも個人総合を制覇する活躍を見せた。2015年世界体操競技選手権では怪我のため、個人総合には出場せずも、日本の37年ぶりの団体優勝に貢献した。2016年、順天堂大学を卒業し、コナミスポーツに入社した。同年、リオデジャネイロオリンピックでは、 団体総合の決勝で、釣り輪以外のすべてで演技し、金メダルを獲得。個人総合では、ギリギリまでメダル圏内に踏みとどまっていたが、最終種目の鉄棒で落下して11位となった。8月14日、中国のニュースサイト、新郎が発表した、小線肉トップ10で第1位に選ばれている。11月、四十五賞を受賞。 綾野国スポーツ厚労賞を受賞。新川友愛とは同級生である。ありがとうございます。